はい、こんにちは、あきらめです。ゼブちゃんです。俺たちミッドナイトウォーズです。今回は春に聴きたい曲参戦。雄大はなぜか向こう側にいるんですね。実名忘れましたね。逆だね。その時逆だね。しっかりと春に聴きたい曲を皆さんにプレゼントしてね、いきたいと思います。はい、それでは It's Tasting Time。 さあ、いきますか。いきます。いくよ。じゃあ一気にボンボンでいきますか。じゃあボンボンでいく。ボンボンでいきましょう。じゃあいきます。桜ちらりラララ幸せの歌、胸騒ぎスカーレット。デデンつけるから編集やったことないです。都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて、春恋かイケイケモンキーダス。おお、この6曲、とりあえずはこの6曲ですね。ずっと違うね。春恋歌は被るかなと思った。ああ、確かに。春恋歌いいね。椿を見てる春恋歌はめちゃくちゃいい。やっぱエピソードも絡めて、イケイケモンキーダンスね、これは。ただただ、わかるけどね。イケイケモンキーダンスは、普通に、この曲春っぽいんだよね、とは思ってない。春のエピソードがあるだけ。春の時のエピソードと共に喋りたいっていうのは。桜チラリはもう、だって、桜でしょ。うん、で、チラリでしょ。うん、これもう春よ。春よ。春だね。春だね。チラリは春だね。だってさ、もう文字だけでラララ幸せの歌って見ても春とは分かんないけど、うん、桜チラリはもう春じゃん。絶対春だ、絶対春。これでさ、あの冬のさ、悲しい歌でさ、なんてなんで、なんで桜チラリ、桜とチラリだよ。しかもこれチラリは春要素ないけどね、あんまり。やっぱこの初期のキュートの曲で、はい、元気ありげの曲だよね。うん、うん、うん。このダンスもさ、そう、歩く、歩いて手叩くダンスね。そう、ここ好きなんだよ、このここそう、矢島真由美さんが好きですね。ララの幸せの歌もララ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 ラ青、oh. oh, yeah. oh, みたいな、青とか、はい、これ結構面白い。つんくさんとか拓井さんのコーラスが好きな雄大にもおすすめな曲じゃないですか。これもめっちゃ元気。これもね、ちょっと春っぽいんです。で、こちら最近ドハマり中、胸騒ぎスカーレット。すっごい初期のベリーズだけど、ね、最近ドハマりしてるんだ。クソドハマりして、あの最近あのね、ツイッターでもめっちゃ言ってるけど、あのベリーズ工房の、あの、最後のアルバムの、ディスク1をひたすらループしてるんだよ、最近。はい、紫スカレットマジで名曲よ。知ってる。あれ、俺最初の、なんて言ったら、なんかの、ポン。でんでんずでんずん。見た音がするんだよ。そこが好きだろ。ボイパすごいな。あの、もう最初からクソかっこいい。てて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 て、こうね、この、あの、そこのちょい前のさ、イントロのあの、ちょっと低い音わかる。はい、あそこめっちゃいい。めちゃくちゃいい。で、スカーレットは、あのね、結構赤い花で、4月から5月くらいに咲く。へぇー。だからまあ春。春ベニーのスカーレット。春のベニー色のスカーレットだから、まあ、春の。確かに春の色だね。まあでもちょっと恋愛系の強いけど、で、これはね、あの、島倉さんがバイベでね、去年歌ってたのもあって、あの、ディスク1聞いたときに、ズズズズズ。あるよね、たまに。そうそうそう。誰かのイベントで初めて聞いて、本当の曲を後々聞いたときに、あれだギリギリ感じ。ベリーズね、全部やばかった。ね、これがめちゃくちゃ多くて、特にディスク1はマジ、あの、半分以上、これだあるよね。いろんなとこでやっぱ流れ、ベリーズコーンを演奏って流れて、あ、イベントで聞いて、なんか家帰ってきて、あれ何の曲だっけなと思って、普通にキュートラルを聞いて、これだってなるから。マジでいい、胸騒ぎスカーレット。迫力も満点、これは。しびれ曲です。はい。で、私、この東映大江戸線六本木で抱きしめて、なんか、まあ、春といえば新学期。新学期で、ウキウキしながら電車乗ってた日々をなんか思い出すなというか。本当？ただ、お前が乗ってたら東映大江戸線じゃなくて相模線だけど。相模線なんですけど。相模線の入谷駅で抱きしめてって曲が、あってもいいと思う。そんな良くないですよ。あ、そこに人と。出てきそうだね。いや、駅人いないですからね。駅員もいないし、改札もガバガバなんで。ドン・キホーテだけが強みの。でも、駅からは何も見えないよ。畑しか見えない。でも、なんか、ちょっとなんだろう、新学期のウキウキ感が、とかね、地下鉄の曲全部なんとなく春っぽいというか。まあ、確かにな、あれとかもすごい春っぽいわ。新曲の横浜駅もそうだし、それはあと、
高輪ゲートウェイもね。なんでだろう、なんか明るいよね。なんか春ってさ、イメージピンクじゃん。わかる。なんか地下鉄の曲もほとんどピンクのイメージなのよ。ピンク。そこが重なってなんか春っぽいなという感じがしますね。薄ピンクだよね。そう、薄ピンク。なんかね、濃いピンクだと、なんかそれこそ雨の森とかの、うん、かっこいい。赤寄りになってくるね。がっつりピンクみたいな。優しい、穏やかなピンクが春っぽい感じを連想させる、そのイメージね。イメージ連想ゲームで、またこれが浮かんだなと。まあ、確かに電車もな、春っぽいわ。春っぽいね。言われるとなんか桜が散る中の電車でさ、これ流してたらなんか、ちょっといい感じになりそうだなと。確かに。次、春蓮花。これも春です。まあ、つばきファクトリーのこれ明るくて楽しい曲ですよ。なんだろう、その、強すぎないし、優しすぎないというか、ちょうどなんか、インストがなんだろう、強すぎないし、優しすぎないところが、まだだ。BGM だから。つけますか編集したことないな。で、まあ、なんかその春ってやっぱ暑すぎず寒すぎず、うん、どちらかというとあったかい寄りではあるじゃん、うん、確かにね。それがなんか春蓮花の強すぎず優しすぎずにも合ってくるのかなみたいな。いや、だから俺あの同窓会のさビデオあったじゃん、はい、それの BGM にそれ使ってる春蓮花のやつ。ハロプロ好きな同級生には好評でした。ですよね。他の子は何も言ってませんでした。まあでしょ。気づかないからね。そうハロプロ好きな同級生が、あれよかったねってわざと声かけてくれるぐらいにあれは好評だったよ。春蓮花好評でしょうね、うん、ちょっと陽気な歌でもあるじゃん。お花見とかでも上がってたらぶち上がんじゃないかなと思いますね。で、イケイケモンキーダンス。なんか思い出曲ではある。うん、初めて高校に合格して、うん、じゃ相模線から降りて高校に向かうときに歩いて学校行ってたのね、うん。その時に永遠にリピートしてた曲でもあるね。ああ、それは知らなかった。そう。桜の、なんかもうちょっと散りかけの桜の中をさ、歩いていく。下に桜が散りばめられてるところさ、学校まで歩いていくわけよ。その中に、テケテケテケテテテテレテレレテトコトコトテテケテケテケテ歩くわけじゃん。なんかモンキーダンスなんだ、普通の日常なんだけども記憶に残ってるというか、ちょっとやっぱ気持ちが高揚したのが初めての投稿っていう意味では覚えてるね、そういう時の曲って。そう、その時に流れた曲がこれだったから、まあ、春の曲としてやっぱこれが一番強いな。元気出るよね、これは、うん、でその後踊ってるわけだもんね。そう、これで、初めて学校行って、初めて学校でイケイケモンキーダンスを踊ると。まあ、頭に流れてるからこそ、やっぱ学校でも踊っちゃうんだよ。っていう話なんですよね。ちょっと追加曲言ってもいいですか？はい。俺の分ね。旅立ちの春が来た。あ、いいね、いいね、いいね。春ビューティフルエブリデイ、ズキュンラブ。春っぽい。いいかどうかじゃん。声ちっちゃい。俺にしか言ったことない。これね、まあ、でもまずこれでしょ。旅立つの大丈夫。これね、ハロドリで知ったから最初。村越彩音ちゃんかな。村越彩音ちゃんが歌ってたよね。なんだっけ、何で歌ってたっけ。去年の決勝戦っていうかで歌ってて、これもスマイルエージェルの曲。めっちゃもうだってもう見てこれ。もう春が入ってるから、ね、完璧桜。そうだよね。そうそうそう。でこちらもね、春ビューティフルエブリデイ。これは福原さんこの前歌ってたソロで。ヒラミス。そう。仮面エリさんとかが歌ってるやつ。なんかでもあれだったね、福ちゃんがこれ歌うの良かったみたいな。そうそう。聞いてました。なんか思い出した。ずっと昔から歌いたかった。歌、なんか冊子に書いてあったんだっけ。そう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 。なんか思い出そう。これめっちゃいいっすね。で、ズキュンラブもものすごくいて、もう一曲あって。まだ行くんだ。ね、イメージカラーっていう曲があって、これ歌ってるのが、キュートの鈴木愛理さんと矢島舞さん。2人の曲。へぇ、俺知らない。俺も絶対知らなかったんだけど。知らない。調べてたら、調べてたら出てきて、キュートのコンプリートボックスじゃないね。これね、聞いてほしい。ちょっと聞きます。聞いてきます。これめっちゃ良かった。春っぽいし、2人の曲ってさ、名曲があったりするじゃない。まあね、まあね。そういうのってでもなかなか知る機会ないから、うん、今回これなんとか参戦やってて初めて良かったなと思った俺。長かったなぁ。遅かった。やっと分かってくる。20回目くらいじゃん、なんとか参戦、まあね、これめっちゃ良かった。ちょっと聞きたいな、有権者の方々にも。この辺、まあ、この辺俺らあんま多分通ってないよね。昔のそういう2人のっていうかね、あんまCD とかになってないっていうかさ。ベリーズ工房とキュートのコンプリートボックスとかさ、完全版持ってるけど、それにも入ってない曲ってまだまだあるの。結構ある、結構ある。そういうのはもう昔のだとね、聞かないから。そのきっかけがないと聞けないから。そうそう。だからまあなんかいろいろとコメント欄でやっぱ教えてほしいよな。春参戦。うん。これ春にいいよとか、この春が春っぽいよとか教えてくれれば。
イメージカラーなんてマジで聞いたことないわ。マジで聞いたことない。多分聞いても初めてでしょ、多分。そう、聞い、初めて、全然初めて言った。あれ、ビューティフルレジェンドはね、あの、優しい感じの歌だよね。旅立ち花の人も好きですね。いいですね。好きですね。というわけで、今回は、春曲をいっぱい言ってきました。まあ、なんかまだ微妙な曲だったりもあるんで、どんどん春曲、いろんな人から教えてもらって、今から、まだ春は5月まで、だいたい春だと思うんで。桜ナイトフィーバーもあったね。カンさんの曲出ます。拳の曲でいい。カンさんの曲だけどさ。楽しい。やっぱどんどん出るんで、いろいろと教えてもらって、いろいろと聞いて、また、ハロプロ知識をどんどん、我々も増やしていきたいなと思います。はい、で、今回は終わります。それでは、バイチュン。